ただいまより戦争法案廃案安倍政権退陣 9.9 日比谷大集会を始めたいと思います。本日の司会を務めます戦争させない選任委員会より、橋本真由です。よろしくお願いします。雨にも負けず、そして風にも負けず、今回のこの台風にも負けず、戦争法案廃案をしっかりと勝ち取りたいと思います。そのためにも皆さんしっかりと声を上げていきましょう。それでは最初に開会の挨拶です。戦争させない選任委員会より評論家の佐高誠さんです。お願いします。雨が大変ですけども大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。よし、最初に私と同い年の女性のある平和論を紹介したいと思います。私は国連軍にせよ何にせよ軍、すなわち軍隊という考え方に対する根本的な発想の転換が必要だと思っている。核兵器の全面的な禁止と同じようにまず軍隊でなければならないという考えを捨てるべきだと思う。そうだ。もっと言えば世界中の国々から未来は軍隊をなくすべきなのだと考えている。これまでは平和のために戦争の準備をせよとの発想であった。しかしこれからは平和のために平和の準備をしようという方向に転換したい。そうだ。これは公明党の代表代行の浜四敏子が書いた本の中から引用したものです。もう少し続けますと、そういう考えは非現実的だという人がいる。しかしやればできるのだ。そういうふうに他ならぬ公明党の浜四敏子が言っているということに対して最近創価学会の一部もこれに反対に参加していると言われますけれども、単なるアリバイ作りに終わらないように公明党もさっさと野党になれと。この間自民党から武藤隆也という変なのが離党しました。彼は未公開株、その前の発言も問題ですけれども未公開株で利益を得ようとしたということが問題になったわけですが、リクルート事件を思い出せば分かるように未公開株で儲けようというのは自民党の輝ける伝統です。竹下登や安倍晋太郎、さらには宮沢喜一まで、あのリクルート事件では未公開株を受け取っていたことがはっきりしました。だから武藤が自民党の主流なんです。武藤が本流であり、あれを離党させたからといって自民党が綺麗なような顔をすることはできない。そうだ。私たちは公明党や自民党、そういうところのそもそもの理念を問いかけて、
戦争法案を葬り去る、そういう運動を雨の中、雨が降ろうが風が降ろうが風が吹こうが続けていくということを誓い合いたいと思います。以上。